皆さんこんばんは。頭の中がお花畑、早く人間になりたいよ、こんにちは、西野みぶです。今日も一日本当にお疲れ様でした。おやすみラジへようこそ。この番組は今日の疲れをゆっくりと癒し、心を穏やかにしていただくためのお休み前の癒しラジオです。どうぞリラックスしてお聞きください。今日のテーマはですね、心が縛られることなく自由でいられるための方法について考えていきたいと思います。カッチカチの頭じゃなくてね、柔軟な思考を持って心を軽くすることで新しい発見とか喜びを感じることができるようになりますよ。そうですね、結構固定観念とかね、こうあるべきとかね、そういった思考になっていくと物事を広い視野から見ることができなくてね、どんどんと狭い世界に入っていってしまう、そんなイメージがあります。それではちょっとエピソードをお話ししますね。ある日、ブッダのもとに一人の弟子が訪れました。この弟子は自分の厳しい価値観や考えに縛られており、少しの変化でも心が苦しくなると言います。どうしても心が自由になりません。私はどうすれば心を楽にすることができるでしょうか、と弟子は尋ねました。ブッダはしばらく目を閉じ、優しい表情で弟子に歌うように言いました。あなたの心に響く歌を歌ってみなさい、と。弟子は少し戸惑いながらも心の中で浮かんだメロディーを歌い始めました。その歌はあなたの心の中にあるものだね、とブッダは言います。でも歌っている途中で少し音を外したり、歌詞があやふやになっても気にしないでいい。心が自由であることとは、完璧を目指さず自然体であることなのだ。自分の気持ちを大切にしながら無理に型にはめようとしないことが心を自由にする秘訣なのだよ。弟子は驚きました。自分の歌が不完全であっても心が軽くなる感覚を味わったからです。その日から彼は心に少しの余裕を持ち、完璧を追い求めず、日々を楽しむことができるようになりました。このエピソードは、心理学でも言われるコンフォートゾーンについても考えさせられます。コンフォートゾーンとは、私たちが安全だと感じる範囲のことです。しかし、その中に留まっていると、少しずつ自分の視野や心の範囲が狭まってしまうことがあります。ブッダが弟子に歌わせたのは、自分の中にあるコンフォートゾーンの外へ一歩踏み出し、ありのままの自分を受け入れられるきっかけを与えるためだったのです。完璧でなくても、心が自由であることが本当の意味での豊かさをもたらします。どうでしょう、皆さん。こう、自分の枠からはみ出るとか、新しい挑戦をするとか、変化を加えるっていうのはね、少し勇気がいるかなと思います。そこにはね、なぜ踏み出せないのかなって考えてみると、やっぱり人からどう見られるだろうかとか、自信がなくて、この程度のものを人に見せていいのかとかね、そういったハードルをわざわざ自分で設けるということは結構あるんじゃないかなと思います。そうですね、私もなかなか枠からはみ出るということは難しいと感じてきましたね。で、
もう私 YouTube で発信したりしてますけども、例えばね、評価っていうものは当然ついてきますよね。こう見ていただける数であったりとか、いいねであったりとかね、いろいろ見える形としてこうやって表現をすると自分の方に跳ね返ってくるということがあります。で、例えばね、バッドボタンがついたとか言うと、もう最初の頃なんてね、自分の存在そのものを揺さぶられるような、そんな苦しさがありましたね。これはね、結構長く続きました。例えば100のいいねがあっても1つのバッドがあるともうダメだってなっちゃうんですよね。これさっきのブッダの話で言うと、その弟子が不完全なものを表現するっていうところにすごく抵抗を覚えるとかね、例えば100のグッドがあったとしても1のバッドがあっただけでもう自分が苦しくなっちゃう、私は不完全であるっていうふうに、まあ、たった一つのバッドで呪いがかかっちゃうっていうことはありますね。で、これ本当に、まあ、長らく私も葛藤してきたものであったりしますけど、このバッドをつけた人がどんな人かもわからないんですよね。なのにその人のために時間を使っちゃってるみたいなイメージになりませんか？このバッドにとらわれ続けてるっていうのは、自分が表現したものを、まあ、どういう意味でかわからないけどバッドにした、どこの誰かわからない、何の意味でつけたかもわからないものに自分が否定されていると感じて、その世界にどっぷりハマってしまうっていうのはとてももったいないなっていうふうに思いますね。今はね、もう本当にね、全然気にならなくなっていて、なんかそうだな、まあ、自分が表現したいものを表現していって、まあ、それを心地いいと思ってくれる人がいればなお嬉しいなというところで、バットをつける人もいろいろな意味があると思っているんですよね。嫉妬であったりとか、今日のテーマは嫌だったとか、なんかムカムカしていたとか、この声が嫌いとか、いろいろファクターがあると思うんだけど、そのどれかもわからないのに自分はそれにこだわっちゃうっていうのはある意味どうでもいいですよね。誰だお前って話じゃないですか。そう、それよりはできていること、積み重ねてきていること、目を向けていけたなら、またもっと頑張ろうとか続けていこうっていうね、エネルギーになるんじゃないかなと思いますね。こういったコンフォートゾーン、安全だな、心地いいなっていうね、感じる範囲から出ないでいると、まあどんどんバットがつかない、そのありきたりな自分の表現ではない、人に受けるためのものを作り続けるみたいなことになって、この今回の心が縛られることなく自由でいられるための方法という意味では本当に制限されてってしまいますよね。なので、間違ってもいい、下手でもいい、誰がどう評価してもいい、自分が表出したいと思ったものは自由にやってっていいんじゃないかなと思うんです。誰かに迷惑をかけてるわけでもない。下手でもイラストを描いていいし、下手でも文章を書いてみていいし、それをどこの誰がどう思うかは、それはご自由にですよね。この先ほどのエピソードでも、弟子が自分の歌が不完全であっても表現することで心が軽くなる感覚を味わったというね、ところがありますけれども、心に少しの余裕を持って完璧を追い求めずに楽しむ、心理学でも柔軟な自己表現っていうのが心の健康に役立つとされているんです。完璧である必要はありません。むしろその不完全さが、私は人間であるし、その不完全さこそが面白いなと思います。SNS で流れてくるいろいろな、表現されたものを見ると、完璧なものっていうのは、作られたもので、
だんだん飽きてきてしまうんだけど、やっぱりその人の個性を感じられるようなものっていうのはね、とても魅力があるなと思っていますね。自分の中にある自然な感情を大切にすることで、自分の心の負担も減って気持ちが軽やかになると言われています。もう一つお話をします。光る石の秘密です。ある村に宝物のように美しい光る石がありました。村人はその石が完璧でなければならないと考え、毎日磨いていました。しかしその石には少しだけ欠けた部分があり、村人たちはその欠けを直すためにあれこれと努力を続けました。ある日、旅人が村にやってきて、石を見つめながら言いました。この石はこのままで美しい。欠けた部分もまたこの石の魅力だよ。村人たちは驚きました。自分たちは欠けを直そうと必死だったけれど、そのままでも素晴らしいと気づかされたのです。それから村人たちは石をありのままの美しさとして受け入れ、その光を楽しむようになりました。完璧でなくてもいいと知った村には、穏やかで幸せな日々が戻ったのです。心が自由でいることは、完璧を目指すのではなく、ありのままの自分を認めること。皆さんも今日の疲れを癒し、心を解放してくださいね。今日も一日、たくさんのことに気を使って、疲れたかもしれませんね。今はその心を解き放し、少し肩の力を抜いてみてください。明日また新しい気持ちで過ごせるように、今夜はゆっくりとお休みくださいね。今日の疲れを癒し、心を解放して、おやすみなさい。